そうお考えになられた経緯、きっかけを教えてください。はい、最初はまだちょっと1年先とかそういう感じで考えとって、まあ、2社とかはこう考えに入っとったんですけど、まあ、まだ先と思うとったのに、急になんか仕事から帰ってきたら、なんか待ち伏せじゃないけど、まあ、ここら辺のなんか訪問もしていたらしくて、私が仕事終わって駐車場で待たれとって、ほんであの訪問販売でこういうキャンペーンがあるっていうんで来られて話しました。弊社での施工も、まあ、候補に上がっていたっていうことだったんですけれども、弊社にですね、はい、あのお問い合わせいただけずに他のその業者さんで決められた、なんか特別な理由みたいなのって何かありますか？はい、それはやっぱ訪問販売で来られて、ちょうどこう、まあ、考えとったっていうのは考えとったから、あの訪問販売で来られた人のもう話につられてしまって、ちょっとおかしいんですけど、内容が良かったんで、もう、まあ、とりあえず話っていう感じで、またあの自分が気に入ったとことか、そんなんは後からっていうんで、ちょっと後回しになってしまいました。実際にじゃあご契約されて他社さんでの施工はどのようなものでしたか？はい、もう最初からもうなんかカーボトの件にしても、あのサービスでやるからって最初言われて、屋根の洗浄の方も全然してくれてなくって、まあ、担当の者に電話したんですけど全然出られなくって、管理者さんに電話したんです。そしたら管理者さんが、まあ、電話に出てくれて、あのカーボトの洗浄はサービスだからと、まあ、逆上されたような言い方もされて、屋根に関してはあのそんなんする予定ないと言われたんで、いや契約内容に書いてますよって言ったら、まあ、夕方しぶしぶ来られたっていうような、もうずさんなもう対応の仕方とかそういうのも日々ありました。やるって言っていたことを、まあ、やらなかったっていう。そうですね、まあ、やってくださったんですけど、しぶしぶうちらが言わんかったら多分してくれてなかったと思います。そのまま継続するか、解約するかっていう話になった、はい、どういう流れでそういう話になりますか？そうですね、あのコーキングもずさんだったんで、担当者に電話しても、まあ、それも出られなくって、管理者さんに来てもらって、これデコボコとか隙間だらけでムラとかがいっぱいあったんで、これどんなんですかって言ったら、まあ、これが普通ですと言われて、まあ、これでも違和感あってけど、まあ妥協せないかんのかなと思って、けどある時に、まあ、塗料が塗られとったんですよ、うん、仕事から帰ってきたら、はい、あのパーフェクトトップローズっていうのを契約してたんですけど、うん、それがあのバラの匂いというものだって、けど実際にあの楽しみにしていて外壁にこう顔近づけて匂ったんですけど、全然バラの香りがしなかったため、うん、あれと思って、まあ、塗料缶がそこに置いてあったので、ちょっと確認させてもらったら契約してたと違うかったんで、また担当者の方に電話したんですけど、ずっと出られなくて、あの夜になってやっとつながって、あの契約しとった塗料違うじゃないですかと言ったら、いやかすかにあのバラの香りのが入ってますと言いました。と思って、私も あのある程度調べとったんですけど、もう一度あの電話を切ってから日本ペイントのホームページ見て調べたら、やっぱり違う塗料缶の塗料を塗られてました。でも次の日にあの本社の方に電話をしました。あのこういうパーフェクトトップローズを契約してとそう頼んでたのに、違うのが塗られてますと。そしたらあの本社の方は、そういう塗料は扱ってないとおっしゃいました。で私も騙されたじゃないけど、契約と違うでないっていう感じで質問というか言いました。それで、まあ、その塗料を扱ってないということで、まあ、あのコーキングのデコボコの件にしても、あのカーポートの洗浄、屋根の洗浄のことに関しても全て言いました。私としたらもう全然契約したことと全然違うかったし、本社の方もあのこれだったらコンプライアンスか消費者センターに電話したらどうですかっていうのをおっしゃってくれたんで電話しました。ほんであのそのような経緯を話したら、契約した塗料と違うし契約違反に当てはまるんじゃないかということで、解約した方がいいんじゃないかというのを言ってくれました。それで、まあ、本社の方にそういう旨をお伝えしました。私としたらずさんなあの施工もされてるし、話も全然違うし、違う塗料を使ってたんで、これは契約と全然違うからっていうんでも改造したいっていうのを伝えました。そしたら向こうは契約書にパーフェクトトップローズと記載されてなかったんですよ。実際は私の方にもこう非があるんでないかと言われました、うん、はい、その契約書に
ちゃんとサインするときにローズって書いとるか書いてないかをこう見損ねた自分にも責任あると言われました。けど私としたら説明されたときにアトピーに無害と言われました。で孫がアトピーなんで、あ、それだったらって読んで、まあ、契約したのに、そういう感じのこっちに非があるようなことを言われて、けど私にしたら騙された感じゃないけど、説明された塗料はないのに契約させられたって思ったんです。だからもう0円でお願いしますって言いました。けどもこっちにも非があると言われたし、施工途中でここまでやってるんだから、これまでの施工金額は支払っていただきます、それでないと解約はできませんと言われました。契約金額っていうのはどれくらいだったんですか？一番最初の契約金額は220万でした。それからずん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 下がっていって154万になりました。それで2、30年持つ塗料と言われたんで、まあ、訪問販売ですぐに即断するのはいけないと思ったんですけど、え、こんだけ下がるんだったらっていう、こうも安易な考えがこう芽生えてしまって契約したんです。その契約した金額っていうのは屋根外壁含めた金額？いえいえ、屋根はね、最初私は屋根も含めての金額かと思っとったんです、はい、またそれぐらいだったら、まあ、地区もまあ20年超えてるからそんなもんかなとも思っとったし、でよくよく聞いたら外壁塗装のみでそれだけの金額がいるって言われて、まあそれぐらいはいるんかなっていう感じで、まあ、屋根も傷んでるとこないし綺麗ですと言われたんで、私もそんな屋根だって綺麗に見るわけでもないし、はい、あ、そうなんかなと思って契約しました。まあ、営業さんとかも、まず連絡も一切なしっていうことだったんですけど、はい、もう契約、解除した後はその後のアフターフォローとかは一切なかった、はい、一切ないです、はい、もう最後も最後の最後も言いたいことだけ言って帰られました。でそこからまあ弊社にご相談いただいたんですけれども、どのような流れでご相談いただけましたかね？を解除するにあたっても次の業者が果たしてこういうずさんな作業をされた後で引き受けてくれるかっていうんで、まあ、悩みました。でも私の頭の中にあった中山コーティングさんっていうのが思い浮かばって、まあ、電話しました。それで奥様が最初出てくださって、内容を聞いてくださり、その後社長さんにもすぐに連絡入れてくれて、次の日に社長さんが見に来てくださいました。それで動画と写真とか撮っていただいて説明してくれました。で、あ、すごいずさんなやり方だったんだなっていうのを私も説明していただいて初めて分かりました。その時、屋根の状態は、他の業者さんは大丈夫っていうことを言われてましたけれども、弊社が撮った動画とか画像を見て、屋根はどうでしたか？はい、屋根はね、さんはもう綺麗で、まだこれ先何年もしなくていいって言われたんで、外壁塗装だけっていうあれだったんですけど、中山コーティングさんの社長さんが見に来てくださって、動画撮ってくださいました。それでそのここが傷んでる、割れてるとかっていうのをちゃんと説明してくれて、やっと、あ、これは絶対乗らないかんべきが時が来てたんだなっていうのを思いました。じゃあ、弊社にご契約ご依頼いただいた理由は何でしょうか？最初から気になってたんは気になってたんで、ホームページとかで見てもいろんな塗料を扱っているのにも関心も取ったし、 LINE で常時報告とか相談できるっていうのもホームページで知っていたので、まあ、もう絶対中山さんに相談しようっちゅうのは思ってました。実際に LINE とかで中山とやり取りしてみていかがでしたか？はい、もう最初の前者とのことで悩んでいた時もいろんなアドバイスやもう身内のようにほんま相談に乗ってくださって、何かあったらっていう感じで、まあ、LINE 登録すぐしてくださったんで、まあ、LINE で日々前者と解約するまでの期間相談ずっとさせていただいて、それがとても良かったです。弊社でなんか施工期間、お悩み、またご不安なこととか何かありましたか？それがもう全然なかったんです、うん、前者の時はもう日々不満とかそんなんだったんですけど、来てくれた職人さんも朝来たら挨拶をちゃんとしてくれ、今日する作業のことも言ってくださって、何かありますかとかちゃんとこう言ってくれてたし、もうほんま何も言うことなかったんで
全然何もないです。はい、ありがとうございます。今、弊社での施工が終わってから、他社さんとの違いをどう感じられますでしょうか。まあ、私はこの前社のだけしか知らないからあれなんですけど、全ての面でこうもう、って思うとこがなかったんですよ。色を選んだ時にこの大理石のようなここまでしていただけるっていうのはこの、茶色系の色だけと思ってたんで、まあ、こんなものをしていただけるんかと。で実際に施工された後を見てほんまにもびっくりというか感動しました。今回の、業者選びからどういったことに気をつけたらいいのかっていうのと、あとどういう言葉に惑わされないようにすればいいかなどを教えてください。まあ、訪問販売によって足は無料とかキャンペーン、20-30 年持つ耐久がある塗料、大幅な値引き、本日限りのキャンペーンなどという説明をされても、大切な家のことですから即断即決せずにじっくりと考えた方がいいと思います。途中で、まあ、ずさんな作業とか違反に気づいても契約解除するには多額の解除金がかかります。まあ、私の家のような被害に遭わないように気をつけてほしいと思います。中山が言うにはですね、まあ、こうポップコーンみたいにいろんな業者がどんどん出てきて、まあ、どこの業者を選べばいいのか、何の塗料がいいのかっていうのは初めての塗装の方には、まあ、お考えの方には分からないと思うんですけれども、まあ、最終的には信用だと思うので、どのように業者選びしていくのがいいでしょうか。そうですね、まあ、訪問販売はもう絶対ダメっていうのは分かると思うんですけど、まあ、私は中山コーティングさんの社長さんと話して、気質とか理念に基づく指導によって社長さんとか事務員さんの良さがもう一目瞭然で分かりました。施工技術も最高ですし、相談しても親身に聞いてくれ、適切にアドバイスとかもしてくださり、まあ、毎日の作業日誌とか LINE での報告、まあ、親切誠実さを持った業者さんを選ぶが一番いいと思います。ここの施工とか職人さんの対応とかそんなのを多分見ていただければ分かると思うんですけど、もう100点以上なん施工でした。隅から隅までこう自分たちが気づいてないところまでちゃんとしてくださる業者さんだと思いましたので、私はもうぜひおすすめします。まあ、ご近所とか友達、職場関係、そういう話があれば、私はこういうこともあって相談もちゃんと乗ってくれ、誠実に対応してくれるっちゅうのも伝えた上で、施工技術も最高ですっちゅうのをお伝えしておすすめしたいと思います。ありがとうございます。今現在全部見させていただきました。本当の手抜き工事、塗装工事です。ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、お客様は本当にかわいそうです。全く知らない無知の方を騙してですね、ただ色をつける塗装、会社、また塗装専門業者と言ってる歌ってるとこですね。これ本当に悪いです。両親が痛まないのかと思いますね。で、僕はもう本当に15歳からですね、塗装業の方入ってますので、どういったものが正しいのか、ちゃんとした塗装工事はどういったものか、これは手抜きしてるなと、もう見たらわかります。塗装業者がですね、全部が全部悪い会社ではないので、しっかりとですね、自分の目で確かめて聞いて、提案もちゃんとしっかり聞いてですね、正しい塗装工事を皆さんが、施工を考えてですね、業者選びの参考になればいいかなと思います。